あのさ、最近のラーメンの傾向としてさ、ラーメンとか、まあ、カップ麺ね、その傾向としてさ、麺が太いでしょ。ほらほら、例えばこれエースコックの、黒麻油なんとか豚骨塩ラーメン、これはね、なんつったっけな、がっしり 3D 麺って書いてあってさ、麺の配合を改良し、厚みをアップした立体感のある麺です。ね、厚みがあるからさ、食べ応えがあるんだよね。あとこっちも、これはニシン。ニシン UFO。逆さにすれば、フォーユーじゃねえよな。オフだよな。逆さにすればオフ。日清焼きそば UFO ですが、これもぶっとリッチ、食べ応えの太麺リッチな具でなってます。どん兵衛。このどん兵衛は、あ、このぶっとリッチだ。ぶっとリッチ。日清ぶっとリッチが好きなんだね。ぶっとリッチ。リッチ天ぷらぶっとそば。で、やっぱ日清の麺の、まあ、俺個人的にはこれは日清の方、あのさ、太麺ってほら食感がなかなか出しにくいんだよな。こうお湯でこう戻した時になんかこうただ太くすりゃいいってもんじゃなくてね、なんかふやけちゃった感じになるじゃん。あと芯が残っちゃう、食べた後なんかちょっと芯が残っちゃうとかね、なんかそこら辺の技術だよね。各社いろいろ工夫してるみたいで。で、今日は何にしようかな。今日これがいいや。日清焼きそば。これ食べます。よーし。できたできた。どん兵衛どん兵衛。いいね、やっぱ。太麺はいいね。あれ今あれでしょ、なんで一兵衛さん UFO ってさっき言ったのにどん兵衛食ってんだよって思ったでしょ。ダメだよ、一兵衛はね、言うこととやることが違うんだから、ちゃんと気をつけなきゃダメだよ。すいませんね、いい加減な性格で。いや、正直こっちの方がね、温まるからね、いいんだよね。やっぱ寒い日は焼きそばよりもそばの方がやっぱいいじゃないですか。いただきます。うん、まあまあ、やっぱそばには七味唐辛子だよね。よし、うん、麺がね、太くて、あとそばの風味、そばの風味ある、これ。スーパーで売ってるゆで麺をお湯で戻したぐらいの食感はまあ再現されてるね。なかなかよろしい。